中山香織です。この動画では日曜日に佐賀競馬場で開催するフォーマルハウト賞の3連複フォーメーション予想ということで、1列目に選んだのが8番ミアノドリーです。前走は6着に敗れましたが、前に行った馬についていってしまったことで前半で大きく体力を消耗したことが敗因と言えるので、この負けだけで軽視するのはまだ早い馬と言えそうです。これまでの成績が5勝2着1回着外1回とかなりの勝率を残しており、前走を負けたことで人気も落ち着きそうな今回は再度狙い目になると判断して1列目に選びました。続いて2列目3列目に選んだのが5番池のしーちゃん、10番オキザリスレディ、以上の2頭を選びました。最後3列目に選んだのが3番一の小町、11番ニューホライゾン、以上の2頭を追加した3連複フォーメーション5点で勝負したいと思います。有馬記念の予想はいつものゲートウェイでの3連単予想に加え、ワンコイン馬券にもゲストで出演させていただきますので、皆様からのご視聴お待ちしております。そして週末のサイト動画は土曜日の夜に配信をいたします。以上でございます。